訪れる人にヒルゼンの美しい大自然を楽しんでもらおうと観光地の清掃活動が二十二日に行われました。この日はまずヒルゼン上伏田にあるヒルゼン高原センターの敷地内に参加者およそ五十人が集まりました。清掃活動を主催したヒルゼン観光協会の石川幹弘会長は。 今年は雪の量が多かったため、いろいろなところにゴミが散乱していると思います。皆さんの力をお借りして、きれいなヒルゼンを取り戻したいと思いますと挨拶しました。この後、参加者は5つのグループに分かれて、ヒルゼン大船スカイラインや県道ヒルゼン高原線など、総延長・ およそ20キロの道路沿いでゴミを拾いました。この清掃活動は、ヒルゼン観光協会が観光資源である自然景観の整備と環境保全を目的に、毎年、春と夏と秋の年3回行っています。このうち、春はヒルゼンライオンズクラブと 昼前焼きそば水遁会の3団体が合同で活動しています不法投棄の多くは捨てたゴミが目につきにくい草が生い茂ったような場所で行われますが観光協会によりますと雪の量が多い場所ではこの目隠しに雪が利用されることもあるそうですこちらの国道313号線の県境に近い道路沿いは民家がなく 人目につきにくいこともあり、毎回多くのゴミが捨てられている場所です。この日も、参加者が一歩踏み出すごとにゴミを拾うほど、プラスチックゴミや空き缶など、たくさんのゴミが落ちていました。参加者の一人は、きれいな自然を観光資源にしているのに、こんなにゴミがあることがつらいと話していました。 それぞれが担当していた場所の清掃が終わると、ゴミを持って戻ってきました。訪れる人たちの思い出作りのための準備が一つ整いました。